LPGA に15のスポンサーが抗議文。毎週のようにフレッシュな女子プロが活躍し、華やかな試合が繰り広げられている LPGA ツアー。しかしながら、その華やかさの裏では、そのツアーを公認する日本女子プロゴルフ協会と大会主催者たちとの間で泥沼の騒動が繰り広げられています。最近では今年4月末に15大会のスポンサー企業が JLPGA に対して抗議文を出したことで話題になっています。実はこの問題は単発ではなく昔から続いており、お金にまつわる両者の対立関係の中の一つの出来事に過ぎません。今回の動画ではこのような結果となってしまった経緯と、その裏側に隠された大会関係者たちの思いを解説しながら皆様に詳しくご紹介いたします。日本女子プロゴルフ協会の主催権問題とその背景。近年 JLPGA では2011年に就任した会長の小林博美氏の下で積極的な改革が進められています。この小林会長ももともとは女子プロゴルファーとして活躍しており、 JLPGA ツアー10勝を誇る名選手です。そんな彼女が進める改革の一環として、主催権の問題が大きな焦点となっています。この問題はスポンサーとの間で深刻な対立を引き起こし、業界全体に大きな影響を与えています。まずはこの主催権問題の背景、現状、そして今後の展望について詳しく解説します。主催権問題とはゴルフトーナメントの主催権及び放映権を誰が保有するかをめぐる対立を指します。特に日本では長らくテレビ局やスポンサーが主催権を持ち、トーナメント運営を主導してきました。これはゴルフがテレビ放送に依存していた時代の名残であり、トーナメントの興行収入やスポンサー収入の大部分がテレビ局を通じて得られていました。女子プロゴルフの創世期とテレビ局の役割。女子プロゴルフの創世期においてテレビ局が主導するトーナメントは数多く存在しました。例えば富士山系レディース、宮城テレビ杯ダンロップレディース、中京テレビ杯ブリヂストンレディースなどがその代表例です。これらのトーナメントはテレビ局が主催し、その放映権を合わせて持つことで大規模な観客動員とスポンサー収入を実現していました。テレビ局主導の大会は視聴率が重視され、人気選手の起用やドラマチックな演出が求められたため、スポーツ自体の価値が高まる一方で、スポンサーやテレビ局の意向が強く反映される側面もありました。世界のスタンダードと PGA のモデル。しかし世界のゴルフ界ではゴルフ協会側が主催権と放映権を持ち、業界全体をリードするのがスタンダードとなっています。アメリカの PGA はその典型例であり、主催権と放映権によって莫大な放映権料と興行収入を得ることでプロゴルファーの年金や福利厚生に還元し、全体的なプロゴルファーの生活向上に寄与しています。このモデルに倣い同様の体制を目指しているのが今の JLPGA です。 PGA の成功例としては、ツアー収益の一部がプロの年金基金や医療保険に充てられることで選手の生活が安定し、競技への専念が可能になる点が挙げられます。小林会長のビジョンと JLPGA の改革。小林会長と JLPGA はこの世界標準に準じた体制を構築しようとしています。しかし現在のツアー運営では JLPGA は基本的に主催者から公認料を受け取り、協会会員の女子プロや競技委員、事務方スタッフのみを試合会場に派遣する主管業務団体にすぎません。よって大会開催における協会の収入源はこの公認料がほとんどであるのです。プロゴルファーが夢を持ち豊かな生活を送れるような世界を実現するために、 JLPGA は主催権と放映権を掌握し、大きな資金を得ることで業界をリードする必要があると小林会長は考えています。具体的にはトーナメントの収益を JLPGA 自体が管理し、選手や関係者に還元する仕組みを整えることが目標です。このためには LPGA が中心となってトーナメントを企画運営し、スポンサーとの交渉力を高める必要があります。日本の現状と課題。一方で日本の男子ゴルフ、女子ゴルフのいずれも依然としてテレビ局や広告代理店が主導権を握っており、この体制は時代遅れと世界からも指摘されています。特に最近のテレビ局の放映はインターネット時代に対応できておらず、優勝者が事前にインターネットで速報されてから優勝争いのシーンが放映されるなど、ネタバレの問題が顕著です。またゴルフトーナメントがテレビ放映に依存することで視聴率が優先され、スポーツ本来の魅力が損なわれるリスクもあります。視聴者層の変化に対応するためにはネット配信や SNS を活用した新たな取り組みが求められています。
ネット配信と LPGA の新たな試み。インターネットの普及とともに視聴者のメディア消費習慣が変化し、従来のテレビ視聴に依存しない新たな視聴形態に対応するため、2021年から JLPGA は世界的にスポーツのストリーミングサービスを提供しているダゾーンや、日本国内で幅広いコンテンツを配信する Unext と契約を結び、有料のネット配信を開始しました。この動きは従来のテレビ放映に依存していたゴルフ中継の形態を大きく変えるものであり、 JLPGA の主催権と放映権をめぐる戦略の一環でもありました。この契約により、ゴルフファンはスマートフォンやタブレット、パソコンなどインターネットに接続できるデバイスでいつでもどこでもトーナメントを視聴できるようになりました。この利便性の向上は特に若年層や忙しいビジネスパーソンにとって大きなメリットとなり、従来のテレビ視聴者層以外の新たなファン層を獲得することが期待されました。放映権料の要求とスポンサーの離脱。しかし、この狙いの裏側には基本的には有料放送しか認めないといった JLPGA の方針がありました。これにより従来のテレビ局など無料で行っていた放映に対しても一定の収益を確保することが狙いです。しかし、この動きに対してはスポンサー側から強い反発が起こりました。中でも多くの賞金総額がかけられていた GMO インターネットレディースサマンサタバサグローバルカップの主催者であった GMO が JLPGA スポンサーの離脱を表明し、2012年から継投が続いていたこの大会が2021年大会を最後に打ち切りとなってしまったことはゴルフ界に大きな衝撃を呼びました。この大会はゴルフの試合とは思えないほど異色の華やかさがあり、試合後には特設ステージで E-Girls や3代目 JSOULBROTHERS、クリスタル系、乃木坂46などがスペシャルライブが披露されていたり、お笑い芸人のライブや女優中村アンの進行でモデルの水着オーディションなども開催されてました。この大会のホステスプロであった神津誠の選手も大会期間中に行われるトークショーでゴルフファンと毎回交流イベントを行っており、この経緯についてこうコメントしています。思い出が詰まった大会でした。正直大会そのものがなくなると思っていませんでした。 GMO さんが開催しないと2022年ツアー日程発表前に言っていたのは知っていましたが、それでもサマンサタバサの大会だけは残るんだろうと信じていました。私がプロ1年目から出てきた試合がなくなるのは正直寂しい気持ちがあります。この離脱の背景にはネット配信の視聴者層がどれほどの広告効果をもたらすかが不透明であることも影響していると考えられます。それでも JLPGA はこの放映権の要求を推し進めていき、結果的には2022年にテレビでの放映権が一括で JLPGA の手に渡ることとなりました。しかしスポンサーにとって放映権料の増加は広告費用の増加を意味し、コストパフォーマンスの悪化を招くリスクがあります。従来のテレビ放送では視聴率をもとにした広告効果の測定が行われていましたが、ネット配信では異なる指標が必要となり、この点がスポンサーの懸念材料となっているのです。ネット配信の意義と期待。それでもネット配信の導入は視聴者の多様化に対応するための重要なステップであり、特に若年層や海外ファンの取り込みに寄与すると期待されています。若年層はテレビよりもスマートフォンやパソコンでの視聴を好む傾向が強く、ネット配信を通じて彼らの関心を引きつけることが可能です。また海外のゴルフファンにとってもインターネットを通じた視聴は距離の壁を越えて日本のトーナメントをリアルタイムで楽しむ手段となります。さらにネット配信はインタラクティブな視聴体験を提供することができ、視聴者がリアルタイムでコメントを投稿したり、特定の選手にフォーカスした映像を選択したりするなど新しい形の関わり方が可能です。これにより視聴者はより個々の興味に応じた視聴体験を享受でき、ゴルフへの関心と熱意を高めることができます。しかし高齢者層やインターネット環境が整っていない地域の視聴者にとってネット配信はアクセスの障壁となる可能性があります。これらの視聴者層を取りこぼすことなく、どのようにして新旧メディアのバランスを取るかが重要な課題です。公認料の値上げとスポンサーの猛抗議。こうした中、冒頭で触れたスポンサーからの抗議文につながる公認料の騒動も勃発します。 JLPGA は2014年から大会開催の収入源である公認料について度重なる値上げを行っていました。その内容は250万円から500万円へ倍増、さらにその3年後の2017年には700万円に値上げするといった内容でした。その当時は小林会長から必要経費が上がっているので公認料を上げてほしいと主催者側にお願いがあっての経緯でした。
その時ですら、と増額の大きさに驚き、疑問の声も上がっていたのですが、それでもみんなで女子ツアーを盛り上げていこうということで、主催者らが折れる形で進められていました。しかし今年1月、JLPGA は今度は予告もなしに公認料の値上げを主張しました。しかもその増額も700万円から1300万円といった過去最高の上がり幅でした。これまでの JLPGA の対応に不満を抱えていたスポンサー側もついにしびれを切らし、ついに今回の事態に至ったのです。協会主催の大会を除く、ほぼ半数の15大会にも及ぶスポンサーが、4月末に JLPGA に対し、公認料値上げの明確な理由を示せ、としながら、主催権返上は受け入れられないの抗議文書を送りました。JLPGA の横暴ともいえる今回の振る舞いを考えると今回の事態は当然とも見えますが、一方で JLPGA ツアー自体のレベルが上がっているのは事実です。昨年暮れに小林会長は、平均ストローク上位50人がアンダーパーとなりました。これは過去初めてだと思います。選手の力がぐんぐん毎年伸びているのが分かります。というように、 JLPGA ツアーがハイレベルでより一層盛り上がる大会になってきているために、その公認料を値上げするというスタンスも理解できないことはありません。これらを踏まえると、協会側とスポンサー側の双方に歩み寄りが必要であることは明らかですが、現状では解決の糸口が見えません。公認料の値上げは JLPGA がより多くの収益を確保し、プロゴルファーや業界全体に還元するための策として提案されましたが、スポンサー側からは急な変更に対する不満や経済的負担の増大が指摘されています。主催権問題の現在、放映権については一応の決着がついたものの、こうして公認料で揉めていたり、さらに肝心の主催権の問題についても未だ解決には至っていません。改めて主催権問題が今どうなっているかを見ていきます。実は2021年の時点で、2025年からは全てのツアー競技は JLPGA 主催になることを JLPGA が各大会に通告していました。しかしこの交渉は放映権の問題以上に難航しました。まず前提として、 JLPGA が主催になることでスポンサーが負担する賞金総額のラインが決められ、さらにこれまでスポンサー側で手配していた運営も JLPGA が担うため、その金額も JLPGA が決めた額を支払うことになります。当初 JLPGA がスポンサー側に提示したのは、賞金総額は1億5000万円、運営料2億5000万円で、つまりテレビ放映権は税抜きで4億円が最低ラインというものでした。実際2023年の JLPGA ツアー大会の中で、賞金総額が最も少ない大会の金額は6000万円で、その試合に関しては賞金だけで倍以上に跳ね上がることになります。結局これはあまりに高いと言われ、最近になって賞金総額を5000万円減らし、総額3億5000万円に値下げしましたが、それでも話がまとまりませんでした。賞金はともかく、運営費の詳細説明が JLPGA 側からなかなか出てこず、私たちのバリューですの一点張りだったため、スポンサー側も困惑していました。さらに開催コースも主催となれば JLPGA が交渉して決めなければなりません。そんな事情もあって調整は難航し、2023年の12月13日、主催権の移行を2025年から2年延期して2027年からにすると発表されました。しかしこれも実現されるかはまだわからない状況が続いています。各大会との交渉はもちろんですが、それ以上に主催者となればやらなくてはならないことはこれまでの日ではなくなります。これまで他の主催者任せで、そこから代理店や運営会社に発注されていたものが全て JLPGA からになるため、スタッフも全く足りていない現状があるのです。あと2年で交渉を続けながらそれを作り上げていくことになりますが、これまでできなかったことを27年に間に合わせられるか注目が集まります。トッププロの海外流出と国内ゴルフ界のリスク、もう一つの懸念事項として、トッププロの海外流出が止まらない現状では、国内ゴルフ界の空洞化とスポンサー離れのリスクが高まっています。すでに畑岡奈紗選手、渋野日向子選手、笹生優花選手、古江彩佳選手、勝みなみ選手らはアメリカ LPGA に主戦場を移しており、さらに現在 JLPGA ツアーで活躍している西郷真央選手、吉田優利選手、そして双子プロで有名な岩井ツインズなども海外志向が強く、次々と実力選手が海外に流れていく勢いが後を絶ちません。このままでは日本のゴルフ界全体が衰退する可能性もあり、業界の健全な発展のためには協会とスポンサーの間で歩み寄りが不可欠です。
優れた選手が海外に流出する背景には、国内ツアーの賞金や待遇が相対的に低いことがあり、これが選手のモチベーション低下や競技レベルの低下を招いています。国内ツアーの魅力を高めるためには、賞金の増額や選手サポートの充実が求められます。業界の健全発展のために必要な歩み寄り、協会とスポンサーの対立が続く中、業界全体の健全な発展のためには、双方が歩み寄りを見せることが不可欠です。LPGA は、主催権と放映権を掌握することで収益を安定させ、プロゴルファーへの還元を目指していますが、そのためにはスポンサーの協力が必要です。一方、スポンサー側も自身の利益だけでなく、業界全体の発展を見据えた協力体制を築くことが求められます。主催権問題にまつわる多くの問題は、LPGA とスポンサー側の対立を象徴する問題であり、業界全体の将来を左右する重要な課題です。小林会長のリーダーシップのもと、LPGA が目指す改革は、日本のゴルフ界を世界標準に近づけるためのものであり、その意図は理解できます。しかし、現実には多くの課題が山積しており、協会とスポンサーが協力して歩み寄り、共に解決策を見出すことが求められています。プロゴルファーが夢を追い続けられる環境を整えるためにも、今後の動向に注目が集まります。いかがだったでしょうか。華やかさが売りで、我々ゴルフファンを楽しませてくれている女子ゴルフツアーも、裏側ではこのような苦悩と課題があります。しかし、ゴルフは今、メジャースポーツの一角として最も勢いのある競技と言えるため、大きな変革期がそこに付随していくのは無理もありません。我々にできることは、どんな形になったにせよ、プロゴルフツアーを応援し、そして自分たちもゴルフというスポーツそのものを全力で楽しむことに他なりません。我々の小さな働きかけ一つ一つが、ゴルフ界の明るい未来につながっていくのです。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。まずは当チャンネルの登録、高評価をもって応援いただけますと幸いです。